けしました。イルカとアシカとエノスイートリーダーが共演するショー絆をお送りします。エノスイではトレーナーと言わずにトリーナーと呼びます。訓練するのではなく家族や友人のように彼らと遊び世話をし励まし励まされています。一番知りたいのはどうしたらもっと絆が深まるか。一番嬉しいのは今気持ちがつながったと思える一瞬、その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくてこのショーをお届けします。トリーターの気持ちでイルカに目を凝らし、アシカの気分で人を観察、これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキとともにゆっくりお楽しみください。やってきました。マーミでーす。アシカの仲間でホタルやっていう種類です。ちょっと聞き慣れないですよね。ぜひ覚えてください。エノスイのアシカの中ではね、大ベテランです。泳ぐの得意なの、泳いで皆さんの近くまで行っちゃいますよ。マーミ、ついてきてね。小さくて可愛い動きが僕すごく好きなんで、どうだろう。
本当可愛かった、ほら上手だったね。トトロはせっかくなので皆さんに今日はかっこいいところを見てもらいたいです。実はトトロ体重が93キロぐらいあるんですけど、でもそんな体重を前足だけでトトロ支えることができるんです。はい、どうですか、上手でしょ。いいよトトロ、今日も上手だったね。うまいよ、ありがとう。今日も上手だったよ。トトロ力強いね。でしょ。よし、じゃあちょっとサイズの違うメンバーたちもここからは同じ動き揃ったダンスを見せしちゃいます。タイミングを揃えて、アポロ、トトロ、準備はどう？アポロはいいよ、トトロもいいよ。よし、じゃあみんなで揃えるぞ。ダンスやってみよう。トトロやろう。アポロいきまーす。初めはお辞儀。はい、あ、回転を3歩目揃えて、アスタッチ、タッチ、はい、はい、反対、決めるぜ、ポーズ、はい、バイバイ、ちょっと後ろにまとめて、さあ、今度振り向き揃えます、まずは、左から、はい、はい、右にも、はい、はい、もっと首を振ってみよう。大きく振って、はい、振ってに中、ありがとう。後ろに置いてみんなで並ぶ。じゃあ今日は大きい動きからも、トトロを待って、アポロ待ってて、待っててよ、まだだよ、こっちに、はい、そこすごくだよ。トトロは一人マイペースに最後まで踊ることができました。ありがとね、トトロ。よし、じゃあマミ、僕が先に帰ってるね。はいはい、皆さんありがとうございました。よし、じゃあトトロもアポロについて一緒に帰ろうか。で、こっちだよ、一緒に行こう。ありがとうございました。バイバイ。じゃあマミもなかなか上手に踊れました。いつも安定してるもんね。では今度はイルカやクジラのロン、マリン、さあ出てきてくれるはず。かっこいいジャンプが、マリンのジャンプ、続々とメンバーがステージに集まってきますよ。じゃあ紹介を、まずステージに来た2頭から紹介しようかな。じゃあこちらの2頭から紹介をどうぞ。池光です。パートナーはミュートピンクです。この2頭親子のイルカなんです。体の色が黒いところが似ています。私はハルムです。パートナーはここにいるミレディです。ミレディはベテランイルカ、私は新人で毎日いろんなことを教わっています。僕は秋山、そしてここにいるのが今紹介したミレディのパーソナイルカのルイです。ルイ、張り切ってると高いジャンプも見せてくれます。私は堀内、パートナーは2頭います。黒っぽいのはオキゴンドウのセラ、その隣がアナゴンドウのビーナ。種類は違いますが、とっても仲良しな2頭なんです。僕はハグラ、そしてアクリルガラスの右側に来ているのがマリンです。さあ、僕とマリン普段ね、あんまりコンビを組まないので、ちょっと今日息が合うか楽しみにしてます。マリン、よろしくね。
僕たちは普段今みたいにイルカたちに声をかけていますが、この言葉で会話をすることはできません。でも少しでも気持ちが伝わればいいなと思っていつも話しかけています。コミュニケーションを取るときは手の動きや体の動きを使ってコミュニケーションを取っていますが、これからルイに2つ合図を出してみます。1つ目は右手を使った尾びれを振ってねっていう合図を出します。そして、そう、真似してくれました。2つ目は、左手を使ったジャンプをしてねっていう合図を出すので、この合図にうまく答えてくれるか、皆さん見ていてください。よし、じゃあ、ルイやってみようね。合図を出すとき、しっかり目と目を合わせることが大切です。じゃあ、いくよ、ルイ。そう、はい、いってらっしゃい。さあ、右手の動きを見て、ルイ、うまく答えてくれました。今ね、しっかりと合図に答えてくれました。いいよ、ルイ。今みたいに元気よく尾びれを振ってるときはルイがね、張り切ってくれてよかったよ、ルイ。じゃあ今度はジャンプの合図。じゃあちょっとステージの左側にずれてから合図を出してみようか。じゃあ行くよ、よーく僕の合図見て、今度は左手の合図です。よし、じゃあルイ、いってらっしゃい。さあ、これは一度助走を取ってから左側でどうかな。答えてくれました。よかったよ、レイ。お帰り。ナイスショットだったね。よかったよ。じゃあこの後はカトウカットですかね。ハニラさん、今どうしたんですか。あのジャンプの合図出す前にね、もう先読みしてジャンプしてました。バリンが。すごいね、水しぶきが上がっちゃってましたね。お、タラガさん、今ミレニア何してるんですか。今、尾びれを引っ張って遊んでます。わかります。今ね、トナカ片手でミレニーの体を引っ張ってますが、ミレニー体重200キロあります。そう、でもすごくね、タラガのことを信頼しているのでリラックスしているので。さあ、右側のマリンやセーラをジャンプを見せてくれています。ステージの今、ルイとミナ上がってきてますが、できるようになったんです。そう、このようにね、いろんな動きを見せてくれていますが、僕たちと一緒に練習をしてできるようになっていきます。じゃあ今日はここで、普段なかなか皆さんがあまり見ることのない練習中の動きを、ここにいる田中とミレニーのペアに見せてもらいますね。田中さん、今日どんな練習をしますか。はい、今日は離れた位置で待っててねっていう練習をします。で、今からミレニーステージの真ん中に移動します。で、どんな風に待つかっていうと、こちらよ。じゃあピンクと、あ、ちょっとピンクのこと気になっちゃったかな。ピンクとマリンに今からお手本を見せてもらうので、皆さんよく見ててくださいね。じゃあまずピンク、お願いします。遠く離れた位置で待ってもらいます。あ、マリンもやってくれます。皆さん見てください。今、離れてねーの合図でプールの真ん中の方に行ってくれました。ミレニーもね、これをやりたいです。で、離れた位置で5秒間待てたら練習は成功です。かなり地味な練習なんですけど、皆さん、私のせーのの合図で一緒に5秒数えてください。いいですか。じゃあ、やっていきます。やっていきましょうか。はい、前の前にすごく同じ場所でキープしてますよね。あれを狙ってみます。やってみましょう。そう、全く動かないです。じゃあミレニーも離れよう。離れたところで待つ。じゃあ皆さん、せーのって言ったら5秒数えてください。いきます。せーの、1、2、3。近づいてないから頑張って。4、5。田中さん、どうですか。すぐそこにいますね。すぐそこにいますね。はい、皆さん分かりました。ミレニーしちゃうんですよね。じゃあ今度ヒントとして、2秒目で魚を1個あげます。で、最終的に5秒待てたら成功にしましょう。じゃあミレニー2秒目で魚投げるね。もう一回離れて待ってね。さあ、次はどこかな。ちょっとなんかミレニー伏せてるけど、ちょっと離れよう。じゃあここでさっきより近いね。またさっきより距離近いね。もうこれ以上下がらなくなっちゃいましたね。じゃあこれでいきます。5秒いきますね。せーの、1。
まず1番目がここにいるピンクの桜木から始めます。2番目が練習を見せてくれた田中とミレニ、3番目がイケミスとミューステージで、最後がマリンと羽田のペア、今右側に出てきてくれました。皆さんは音楽のタイミングが合っているかよく見ていてください。まずはピンクの桜木からタイミングはここ。今のがジャストなタイミング。2番目が田中とそして最後がジャンプに向かったマリン、これも向かった羽田さんと久しぶりのコンビですけど、マリンとバッチリ息合いましたね。はい、もうバッチリマリンが決めてくれました。じゃあ皆さん、僕のねパートナーのマリン、ここでもう一度紹介します。さあ、マリンは江戸水で生まれた子なんです。今年で、15歳になりました。で、マリンで、マリンのお父さんとおじいさんも代々江戸水で生まれている水族館まで4世のイルカなんです。この4世イルカというのはすごい貴重で、世界になんと江戸水でしか生まれていません。で、江戸水で何頭か4世イルカの子がいるんですけど、マリンがね、一番最初に生まれた4世の子なんですね。ちなみにマリンの弟がね、江戸水で生まれて、皆さんが向かって右側のプールに、まだすごいちっちゃいです。で、マリはお姉さんイルカなんですけど、15歳って言ったらもうね、万能イルカだったら赤ちゃんを産んでももう大丈夫なぐらいの年齢です。で、僕はね、いつかマリの赤ちゃんをね、見れたらすごい幸せだなと思っています。で、ちょっとまだね、やんちゃなところがあるので、お母さんになると不安だなと思うんですけど、ちょっとずつマリも大人になってきてくれているので、赤ちゃんが生まれたらね、お母さんらしいところを見せてくれるかもしれません。マリそんなところもね、見れるようにこれからも一緒に楽しく、あまりやんちゃで、しかもね、器用にいろんなこともできます。この後ぜひ注目して見てください。さあ、それでは今度は全員で連続コンビネーションをお届けします。誰と誰の息がうまく合っているかよく見てみてください。セーラー大きな声で答えてます。そう、みんないいよ。